こんにちは。ネイチャーゲームトレーナーの三好直子です。今日はこの気持ちのいい森の中でネイチャーゲームを皆さんにご紹介したいと思っています。ネイチャーゲームというのは1979年にアメリカのナチュラリストジョゼフ・コーネルさんが考案したシェアリング・ネイチャー・ウィズ・チュードレンという本が元になっています。日本ではこのネイチャーゲームという本がいくつか出版されているんですけれども、私がこのネイチャーゲームと出会ったのもこの一冊の本からでした。このネイチャーゲームは自然を頭で理解するというよりは、心や直感やそれからさまざまな感覚をフルに使って、そして森との自然との一体感を感じるということを目的にしています。次はネイチャーインミーです。例えばこの木の幹はガサガサとした木肌をしているな。この活動は何の道具もいらずに、少し静かな気持ちで自然と向き合うというだけでできる、とてもシンプルな活動です。ですがこの一つ一つを自分の中にこう取り入れていくような感じで、気がついたことを指で押さえていくと、いつの間にか本当にその瞬間瞬間に集中している自分がいます。どうぞ、簡単な活動なのでどこでも試してみてください。普段は少し働かせていないような感覚をフルに使って自然の中に入っていくと、自然の中からさまざまな驚きや美しさ、そして面白さを発見でき、ひいては心もリラックスし、自然との一体感を感じる、そんな風な状態になったりします。さあ皆さん、いかがでしょうか。そんな活動をやってみたいと思いませんか。